宮本から君への監督をしましたマリコ哲也です。宮本は30年ほど前の漫画原作を映画化した作品ですけれども、今の時代に今の日本でどうやって描くべきかということを真剣に考えて、漫画とは時間軸を大きく入れ替えて、親になることを軸にストーリーを組み直しました。映画の中で、辛い表現も含まれておりますけれども、主人公の宮本と安子がこれからどうやって生きていくのかということを救い取ろうとした作品です。コロナのパンデミックで、状況が一変して、いますけれども、映画に携わる人間として、これからもこれからより良い日常が続いていくことを願っています。今回オンライン上映ということですけれども、自分はシカゴで、この上映の時に多分シカゴで、短編映画を撮影していると思います。本来は、ニューヨークまで足を運びたいところですけれども、また自分も新しい映画を作って、新しい映画でニューヨークの皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。では宮本から君へ、オンライン上映ということなんで、ご自宅だと思うんですけれども、ぜひヘッドホンをつけることをお勧めします。どうぞお楽しみください。